方が今日のお客様です。お医者様でいらっしゃって作家としてもご活躍の南京子さん、どうぞこちらにおいでください。まあ母親になってから医学を目指したすごい方なんです。どうぞお座りくださいませ。どうもよくやってくださいました。よろしくお願いします。素敵なお洋服、それ墨で描いた洋服ですか？そうですね、いつも白衣なんでちょっと墨でおしゃれにしてみました。本当ご自分でお描きになったわけじゃない？違います。あ、そうか、いつも白衣でいらっしゃるお医者様ですからね。映画命の停車場 の、 原作者で、そして内科医でいらっしゃいます。命の停車場拝見しました。私ありがとうございます。ちょっと略歴をご紹介させていただきます。日本女子大をご卒業になりまして、25歳でご結婚、ご主人の勤務でイギリスに滞在、その滞在中に31歳でお嬢さんをお産みになりました。そして日本に帰国後、33歳で医学部に入学、東海大学医学部で育児の傍ら勉学に勤しみ、卒業式では総代をなさった、すごいですね。で38歳で内科医、55歳で作家デビュー、今は老年期医療の現場に立っていらっしゃるという大変お忙しい方でいらっしゃいます。あら、素敵な写真が出てますけど、まあ、人生がたくさんの転機があって、中でも小説の映画化には驚いたんです。いや、もう本当に考えもしませんでした。驚きました。こんなことが人生にあるんだなと、意思をする傍ら小説を書いていたんですけれども、それがこう映画になると、しかも吉永小百合さんが演じてくださるっていうと、小説を吉永小百合さんが手に取っていただいたっていうだけでももう感激ですのに、まさか演じていただけるって、もう本当にちょっとこう背筋が伸びると言いますか、大丈夫なんだろうかって、もう驚きました。ちょっと映画の予告編がありますので、命の電車場のちょっとご覧ください。私あとどれぐらい生きられますか？永遠に。懐かしい思い出ばかりが蘇ってきて、一日中ベッドに寝て食事だけしとるのは生きてることじゃないわ。納得のいく治療して差し上げてください。病院に見捨てられたんですよね。そんなのひどすぎるじゃありませんか。まあ、いろんな 場面に、ね、お立ち会いになったんだと思いますけども、吉永さん、ずいぶん長いこと女優さんやってるけど、お医者様をおやりになったのは初めてだとおっしゃってませんでしたっけ？はい、意外でしたけれども、この時左側に立っていらっしゃるマスクしていらっしゃる方が今日のお客様ですね。でこれは現場で吉永さんにいろいろメスの持ち方とかそういうのをおっしゃりながら踊りになった、はい、メスを渡す役をさせていただきました。女優の仕事は面白いですか？倒れそうになりました吉永さんが知っておいて、それであなたは看護師さんでいらっしゃって、はい、メスをお渡しになる、はい、どんな感じでしたか？ちょっと夢のような感じで、こう多分こう人心地ついてもういなしというか、なんて言いますか、舞い上がっていたんだと思うんですね。それでこう NG をでも出してしまった時に、はっと我に返りまして、あ、もうこの場から消えてしまいたいと。どういうところでエネルギーを出しなったんですか？ものすごくセリフを邪魔してしまうほど の物音を立ててしまいまして、挟みようとして、吉永さんが長いセリフをおっしゃってる時、はい、なんか挟みかなんかを、はい、ガチャン、金属 のワゴンの上でいろいろ物を出したり操作するんですけども、その上にちょっと手が滑って落ちてしまったんです。そういう時って静かにしてセリフをおっしゃってる時だから、ハサミなんか落っことそうもんならすごい音はしますよ。そうなんです、もう取り返しのつかない音、取り返しのつかないことしてしまいましたあそこ の右端に立っているのが私です。右端に立っていらっしゃる方、はい、そうです。ちょっと背中向けてますが、あ、そうです、はい、ほとんどマスクでなんか用意してらっしゃるっていう、はい、渡してるところ、吉永さんいかがでしょう、お医者様として。しっかりしているところですとか、こう何でもこうチャレンジするとか、そういったところは私が小説で書いた沢子さんっていう医師像にぴったりでしたし、よかったんですが、ただ映画を拝見しまして、それにプラスして慈悲の心
雰囲気がそれにプラスされていて、あ、やっぱりあのすごいなって、あの映画になってあの沢小僧がさらにあの大きくなったっていうことで、そうですね、場面場面しかご覧になってない人ね、はい、通してご覧になった時に、そうなんです、ね、吉永さんが目役を作ってらっしゃるので、まあ、命の停車は、はい、そのご自分が終末医療の現場で体験したことから執筆なすったようなご本でしょうか、はい、私も拝見しましたけれど、はいはい、終末医療の現場っていうのはどういうことが大切なんですか。勤務しているのは89歳が平均年齢の病院ですので、ほとんどの方が90歳前後となっているんですけれども、病院で亡くなる方がほとんどなんです。でそこで、ご家族っていうのも70前後でいらっしゃるんですけれども、それでもあの面談をしますと、まさかあの自分の親が死ぬとは思わなかったとおっしゃるんですね。でそれであのすごく苦しまれていらっしゃったりですとか、患者さんを見るのはもちろんなんですけれども、ご家族に対してもきちんと説明をして、でこれ以上治療を続けてももう戻ってこない時があのいつか来るんですけれども、人間ですから必ず最後っていうのはあるんですが、その手前のあたりにいてものすごく苦しんでいらっしゃるご家族にも、あの我々は医療者なのでご家族よりも一歩先にあのどんな風になるかっていうのが分かってくるんですね。でそこのところを丁寧にあのご説明して、最後はあのよかったっていう風に、大往生だったねっていう、そういうあのいい最後だったっていうのをあの納得していただけるような治療をいたしますし、ケアをいたしますし、あの説明もさせていただこうと、その辺を注意しております。大変なお仕事ですね。でもね、あのやりがいはあります。でも吉永さんもお母様を見取った体験、はい、あの話してくださいました。ちょっとビデオ見ていただいていいですか、はい、お母様は90歳でお亡くなりになったそうですけど、はい、あの癌だっていうことが分かったんですけど、うん、本人は絶対にあの治療したくないと、90歳の誕生日に、まあ、みんなで集まってシャンソンをフランス語で歌ったりしても上機嫌でいたんですけど、それから2ヶ月ぐらいしてちょっとやっぱり具合が悪くなってきて、で最後はじゃあ病院に入るわって言ってくれて、病院に入って2週間ぐらいであのお父様が待ってるからって言って、それであの他界したんですけども、でも入院なすってお母様があの注文があって、はい、お刺身を持ってったんですね、夕ご飯の時に。そしたら扱わないのって言われて、すごい、と思ってどうしようと思ったんですけど、近くで あ, の あ, ありますよ、所長の、の自動自販機でね、そこであのこういうもの持ってって、うん、のあの飲ませたら、うわ美味しいって言って、すごい、それがあの亡くなる6日前だったと思うんですけど、あの、まあ、とても喜んで、うん、満足して、うん、行きました。すごいですよね。そうですね、あのお酒っていうのはやっぱりね、飲ませてあのむせたりしてはいけないんじゃないかとか、すごくこう心配になるようなあのなんですけれども、本当にその方が何を望んでいるかっていうことをこう素直に受け止めて、そしてあの望んでいらっしゃることをするっていうのは、実は本当に終末期医療です、あの日々あのすごく大事だなっていうふうに私が感じていることです。そうですね、はい、そうですね、あの場合せっかくお母様がお刺身があったら一杯ね、あったって思いになったんでしょうか。それは本当に良かったことだなと思います。でもあのお医者様としてその終末医療の現場を志すきっかけになったの大学時代。そうですね、あの、まあ、私の原体験といいますか、大学の時にあの名古屋から東京に祖父母のところに参りまして、でそこから下宿して大学にあの通っていいということになったので、行ってみて驚いたんですけれども、脳梗塞であのほぼ寝たきりだった祖父を祖母一人が介護していた状態のところに私が行ったんですね、で普段はあの冬休みとか夏休みに行ってたくさん親戚が集まりますから、それほどあの祖父の介護は大変だとは思っていなかったんですけれども、行ってみたらあの祖母一人で孤軍奮闘であの朝から晩までってやっていましたの で,、でそこでもう手伝わざるを得ませんし、そうするとあの祖母の方大変さもあの間近で見ましたし、なんていうかそこに巻き込まれるような形で私も日々あの大学に行って、あとはもう介護のことで頭がいっぱいっていう、そんな日々がありました。そうですか。じゃあそこで本当に終末医療っていうものを、まあ、
ご経験になったっていう。そうですね、18歳から21歳までの間、週末の医療のあり方って本当に往診の先生を頼むのがもう精一杯で、その頃まだ介護保険制度がなかったものですから、それで介護っていうそのことが世間にもそれほど知られていないことでしたので、お家の中のことで頑張っていかなきゃと思って頑張ってました。そうですか。でお若い時にそういう経験なさったことがね、やっぱり後に、はい、まあ役に立つって変ですけど。おっしゃる通りですね。もう本当にいい勉強をさせてもらったと思いますし、大切なものをいただいたと思っております。そうですか。まあ介護っていうものが社会問題になっていない時ですよね、まだね。はい、そうなんです。ご主人は大学時代のお仲間。はい、大学は違ったんですけど、サークルで一緒に活動してました。どういうところが良かった？そうですね、サークル活動をする中でこういろいろ雑談とかもするんですけれども、もう祖父は亡くなっていたんですけれども、その介護の時のことが大変だったのよっていう話をちょっとこうポロポロとこう私も多分いろんな人にしていたんだと思うんですね。その時に夫がそれは社会問題だっていうふうに言ってくれたんです、うん、だけど別の友達はいやそれは家庭のことだし家庭の問題だよとか、まあ、そういうことで私そっちのけで夫とその友達とで議論になってたぐらいで、それを聞きながらそういうふうに考えてくれる人がいるんだと、うん、まあ、広い心とかそういうところを好きになりまして、それでお付き合いが始まって2年後に結婚しました。よかった、言い方でね、はい、今もそれは変わらないですか？そうですね、はい、じゃあ今両方お医者様と作家と両方やってらっしゃるのも協力的、はい、すごく協力的です。あ、そうですか。20代後半で新聞記者のご主人の転勤でイギリスいらっしゃいましたよね。はい、イギリスの生活はどうでしたか？イギリスの中部のハルっていう町でのんびりとした生活をしていたんですけれども、まあ、そこで私も勉強、まあ、アロマセラピーの勉強したり、これは旅なした時あ、そうです、ストーンヘンジを、うん、いいですね、こういうもの割と近くに見られてね。はい、そうですね、ちょうど育児休暇を使って夫は3年間いたんですけど、私はその途中の1年間だけをイギリスで一緒に暮らしました。でもイギリスでお産みになったんですってね、はい、赤ちゃん。イギリスで産んで、あそこで子育てをするっていうすごく楽しい経験をさせてもらいました。でもこのストーンヘンジなんていうものそば行ってみると面白いでしょうね、やっぱりね。面白いですなんかああいうものと自然とどうなってんだろうっていうね、はい、そういう考えが。でもイギリスにいらした時にはその随分年配の方でも大学行って勉強するってことに感動なさった。そうなんですね、もう30歳40歳でも普通に大学生になっていらっしゃって、うん、一から勉強されている方をたくさん目にしまして、いつでも勉強し直していいんだとか、そういった気持ち、カルチャーショックを感じました。ご主人が探してくださったなんか社会人になってからの学士入学っていうのがあるって。はい、はい、そうなんです。イギリスから日本に帰国するという少し前に夫が新聞記者だったものですから新聞をずっとうちで取って読んでいたんですけど、まあ、日本語のものっていうのがその頃少なかったので丹念に目を通していって、私が体のことに興味があるとか人体図鑑はボロボロになるまで読んでいたとか、そういったことを夫は聞いて知っていましたので、医学部に一回大学を出た人が勉強し直せる学士入学っていう制度があるよっていう、そういう記事を見つけて、しかもローンが長期組めるとか、試験科目もそんなにたくさんないとか記事に書いてあったのを教えてくれたんですね、うん、それはい、もしかしたらご主人ですねでもはい、これならいけるんじゃないかって言われて、ちょっと背中を押してもらって受験をするっていう運びになって、それで翌年日本にお帰りになってから、はい、日本に帰って1年後に、その時向こうにいらした時に赤ちゃんをお産みになったので、はい、その時お嬢さんもうこれから学校行こうっていう時には3歳ぐらい、2歳の時に入学しました。2歳のお子さんおぶって、はい、かわいい。そうですね、とにかく覚えることが医学部時代も多くて、一回り以上年下の学生さんたちと一緒になってこう覚えるんですけど、やっぱりそこのところは私には結構大変で、でも勉強しなければいけないし、でも娘と遊んであげたいし、ちょっとこう
心できますよね。そうですね、あの子供って大したもので、あの皮膚病の図鑑を見てそれをスケッチしたりとかそんな、はい、遊びを見つけて楽しく過ごしてくれてました。そうですか。小説家におなりになったのには何かきっかけがありましたか？娘があの高校生になりまして、夫婦で時間ができましたのでカルチャーセンター巡りをして、武術を勉強したりとか、あの陶芸をやったりコーラス行ったりしてたんですが、そのうちの一つが小説教室で、私人生で初めてカルチャーセンターで小説を書きました。あ、そうです。いかがですか、小説を書きになった？私自身は楽しいんですけれども、あのなかなか褒めてもらえなくて、あの難しいもんだなと思っていました。お書きになった、はい、今度の映画になったのは、はい、やっぱりお書きになってしばらく経った？そうですね、あのいろいろ書いているうちに、あの講師の小説家の先生に、あのもっと切実でよく知ってることを書きなさいって言われて、うん、それまでファンタジーとか夢みたいなものを書いていたんですが、そうではなくて割と現実に近くこう感じていることを中心に書くようにしましたら、まあ、そしたらあの褒めてもらえまして、うん、そしたら私もちょっとすごくあの嬉しくなっちゃって、あのそういったことを次々と書いて、そして、文学の新人賞に応募して、はい、最終選考まで残ったっていうことが、そうですね、はい、それをあの、まあ、見たあの講師の先生が今の出版社の編集者に紹介してくれまして、でそれからあの何回もあの指導をもらって、あの赤を入れてもらって小説を書くっていう仕事が始まりました。あ、そうでしたんですか、まあ、お子さんもいらっしゃって小説も書いて、それでお医者様の仕事の方も勉強って、はい、全部大変でしたね。あのでもあの私自身はあの好きなことを次々とあのさせてもらって、本当にあのもうこれは周りの協力がないとできなかったことだと思うんですけれども、あの娘もあの小さい頃は保育所に入れましたし、あの両親が、私自身の両親があの隣に住んでいましたので、それは良かったですね、はい、で夫も現役の新聞記者でしたから、うん、両親の助けがないととてもやっていけなかったと思います、もう本当にあの環境良かったおかげです。あ、これあれですかね、あそこの有名な、はい、はい、シンガポールの、シンガポールっていう、そうそう、シンガポール、これ遠くから見えますよね、向こうのホテルみたいな、はい、そうですね、旅行みたいなのもなさったり、はい、旅行は好きでいろんなところに行っております。そうです。でもね、やっぱり随分大変だっただろうなっていうふうに思います。図書館にも一緒に子供さんと一緒にいらしたり、はい、いろんなこと勉強しなきゃいけないので図書館に行くんですけど、娘は夫がこう連れてきてくれて絵本をこうで選んでいたりして、で勉強が終わったら一緒に3人で帰るとか、そんな生活をしてました。本当に協力が必要ですよね。じゃあご主人は随分いい方。はい、もうあのすごく協力的で、感謝感謝です。本当にね、そう思います。あの小さかったお嬢さんも、はい、今あの医学の道に進んでらっしゃって。あ、そうなんです。あの最初は国際的なものをあの目指していまして、開発学っていうのを専攻していましたので、何かこう外国に関係するような話を、まあ、あの仕事をするのかなというふうに思っていたんですけれども、あのよくよくもうあの就職手前になって自分のことを考えてみたら、子供のことが好きだと、保育士とか、あのそういった子供と関わる仕事がしたいっていうようになりまして、それであの小児科医もその候補の中にあったので、あの私と同じように学士入学をいたしまして。あ、そうですか、ね、はい、医学部に入って。あ、さようございましたよね、学校のいいお嬢さん。どういう時間に南さんは執筆してらっしゃるの？ああ、そうですね、あの執筆時間っていうのはまとまって取れるのはあの土日と祝日なんですけれども、うん、その他は朝通勤の時によく書いております。電車の中とかそういうことですか？はい、あの、はい、前の日にこう寝ててなんかちょっとこう朝思いつくこととかあの結構あるんですけれども、それを忘れないように電車の中でずっとあのスマホでメールを書くように、スマホなんですね、はい、こういう感じ、はい、ペンで書いたりすると電車なんかで大変、混んだりすると大変だけど、はい、ポンポンって指でこうやるんだとね、確かにできるかもしれません、そう、ね、ちょっとある方からメッセージをいただいております、はい、どうぞご覧ください。クルーさん、こんにちは。どうも、今日は妻をお呼びいただきましてありがとうございます。どうも。番組出演が決まってからもう毎日ですよ、ルールルルルルルってこう歌ってもう本当に今日は楽しみにしていました。
まあ、妻を一言で言うと本当にまあやることが多い人、それを楽しんでやるというふうに言ったらいいでしょうか。結婚して35年ですから、それを応援しよう応援しなければと思ってやってきましたけども、そうやってその生きがいを作ってくれたのはむしろ彼女の方なんだなと今感じています。南京さん、これからもどうかよろしくお願いします。それから追伸、この間話した iPS 細胞の新聞記事、机の上に置いときました。それから今晩の夕食はチーズタッカルビ、君の好きなやつね。家で待ってるからね。まあ、なんていい旦那様、どういかがでしたね。もう本当にいつもちょっとこう冗談めかしていろんな応援をしてくれます。すごいですよね。でもね、 iPS のことは書いた新聞のことまでおっしゃって、今晩の お夕食のおかずまでおっしゃるご主人なんてすごいです。どういう存在ですかご主人は。いや、もう本当にびっくりしました。びっくりでした。ありがたい存在です。そうですよね、はい、でも随分いい方がいらっしゃいましたよね。そうですね、私の勘に間違いなかったなと思いました。ようございました。おめでとうございます。最後に今後の目標は何かおありですか。そうですね、医師であって作家という二足のわらじを履いて、これからも小説を一作でも多く書いていけるような、そんな日々が続けばいいなというふうに思っております。終末期医療のことを多くの方に知っていただいているので、まあ、そういったことをこの映画でも知っていただけて、そんなようなテーマで引き続き頑張っていきたいなというふうに思っております。そうですね、どうぞお元気で。ありがとうございます。たくさんの命を助けていただいて、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当に今日お忙しい中おいでいただいて、ありがとうございました。徹子の部屋はテラサで過去の放送回を配信中。無料見逃し配信